皆さんこんにちは、2センチです。本日はね、呪術廻戦ファントムパレードのガチャ実況やっていくんですけど、石がね、2万2000個しかないんですよ。ということはつまり10回で3000だから70連しかできないんですけど、70連でどうにか、神経 SSR の五条先生を出したいですね。ここかっこいいよね。ここアニメでちょっと見ました。はい、じゃあ早速回していこうかな。あ、で、なんか、確定演出とかも前回のめぐみくんを出した時の動画のコメント欄で教えていただいたので、まあ、そこでちょっとテンション上げていきたいなと思います。じゃあ最初10連目やっていこう。いや、かっこいいよね、ここの五条先生。さあどうなる。とりあえず五条先生は出なかったけど、あー、もうダメだごめん、早くて。いや、虹色はなさそうな気がするね。久々にガシャ引くな。あー、はい、ごめん、飛ばしていい。いや、マジでやばい。だってあと60連しか引けないんだよ。怖い。怖い。じゃあもう一回引きます。お願い。マジ頼むって。ちょっと本当に頼む。あ、黒線じゃなくて青いやつは、まあまあ、もしかしたら SSR あるかもね、みたいな感じなんだよね。ねえ、お願い、虹、あー、来たー。五条先生お願い、マジで五条先生お願い。あと昇格とかもあるみたいだね。いや、20連できたら激アツだよ、五条先生。挙式紫行こう。いや、もう全然さ、無課金だから何回でも言う、マジで出したいのよ。いや、全然大丈夫じゃない、僕無課金だから。もうマジで頼りない五条悟のモノマネしました。もうお願いします。おねまずは私らから。あー、マキちゃんね、ありがとう。さあ、サキちゃんね。あー、やばい、心臓痛い。20連できたら熱いけど。で、後悔はしたくない。ありがとうね、イタドリくん。さあ、どうだ。しかもこれ違うよね、今回の限定のじゃない。一回ガチャトップ、ちょっと一回深呼吸。あと50連ですか。ねえ、挙式紫じゃあもう回していくわ。お願い、お願い。いや、どうだ。いや、なんか微妙ね。なんか奥のモニターの色とかも関係するんだよね。で、今なんか青い、黒線の青バージョン出したので黒線の青バージョンなのかわかんないけど、あ、来た SSR 来た。みんなお願い、祈って、みんなも一緒に祈って、ね、お願い。一時さん、俺の術式は、あ、カイトくん、役立てるの？ああ。誰に言ってんの？イエイリさんめちゃくちゃ来るな。いや、嬉しいです。お願い。完璧も理不尽も。答える義務がどこにある？え、ごめん、誰だ？マキちゃん。ああ、ノバルちゃんだ。嬉しい。いや、嬉しいけど、ああ、嬉しいんだけどね。私ノバルちゃん好きだからさ、ノバルちゃんの SSR は欲しかったんで嬉しいです。あ、ノバルちゃん続き。こっから昇格もありえるよね。東堂葵ブラザー。いや、昇格もありえるからあんまり飛ばしちゃいけないかもな。あー、マジか、ノバルちゃん、確率仕事して、確率仕事して。いや、ノバルちゃん嬉しいけど、 SSR は来てくれるね。2連続だからやばいぞ。あと40連あ、引きます。あ、ちょっと乱数調整乱数調整させていきます。お願い、マジでさ、ちょっと頼むわ、ガチで。いや、どうなんだろう。なんか、あ、いいよ。もう、ワンチャン SSR! イタドリくん、イタドリくんお願い、イタドリくんお願い、イタドリくんにお願いしてもどうにもなんないけど、SSR 来い、なんかカス。あ、カスだ。いや、でも、あ、カスって言っちゃった。ワンチャン昇格があるので、ちょっとやっていきましょう。ワンチャン昇格がある。そう、ワンチャン昇格。あ、ツナマヨ。トゲくんかわいいね。一時さんめちゃくちゃ来るじゃん。あ、いいです、いいです。え、これ終わり？あー、やべえ、ゴミ、ごわー、ひどい引きだ、ゴミ引きだ。ちょっともう一回乱数調整。やばい。
来なかったらこの SSR の確定ガチャで、もう一人トゲくんがちょっと好きなのでトゲくん出して終わりにしたいと思います。あと30連いきます。またため直し？ねえねえねえ。てか五条先生出てきてくれないね、演出で。あ、また青だ。あ、お願い。なんか確定演出で五条先生出てきてほしいな。見たいんだけど一回でいいから。やばい。R から SSR にはなんないよね多分。一時さん出すぎ。あーいいね。あーでもやっぱほとんど持ってるね。みんなかけらばっかしだ。いたどりくん。あーやばい。あーやべえ。これガチやばい。ガチやばいんだけど。ちょっと待って。一回ちょっとホーム画面。やってやるよ。いや、やってやろうぜ、めぐみくん。やってやろうぜ、そうだろう。やってやる。強い意志。あと20連？やば。いきまーす。お願いします。ねえ、お願い。黒線出して。あー、黒線出た！あー、黒線出た！ SSR 来るんじゃない？確定なのかな？確定なんだっけ？ごめん、めっちゃうるさくてごめん。めっちゃ可愛いね。野原ちゃん可愛い。パンダ？これちっちゃい時のパンダ？可愛い。お兄ちゃんとお姉ちゃん。可愛い。なんかこれなんだっけ？キャラクターじゃなくてさ、このフィルムのやつの SSR はちょっといい。やば、これも SSR じゃーん。しかも、イベントのじゃない。でも、ジョーゴちょっと好きだから嬉しい。あー出ませんね。皆さん出ませんよ、昇格もない。うわー五条先生出ないかも。みんなごめん、もうラスト10連だ。出ない気がしてきた。でも SSR の出現率は高くない？だって 2.5% に 5% でしょ。いや高い。野原ちゃん来たしね。いや前向きに考えろ。0.7%。はあ、まあいいや、引こ。もうどうにもなんないわ、引いちゃえ。どうしようもねっすわ。ここでちょっとせめてさ、黒線打ってくんない？黒線じゃないけど、希望の SSR 来てくんない？希望の SSR 来てくんない？もう、ちょっとでも望み、来たーの SSR！ うわ、2体来た。これもうさすがに五条悟先生来たでしょ。五条悟先生、フルネーム。まずは私だから五条先生お願い、本当にお願い。残業は嫌いなので手間にします。そうだよね、私も残業嫌い。いやでも2体だからみんな大丈夫。そっちじゃないよなこの野郎、目隠ししやがって。あーダメだ、こっちじゃない。あ、いやしかもさ、イベントのやつ全然来ない。そっちじゃないよ五条先生。ありゃ出なかった。そっちじゃない、来なかった。みんなお迎えできなかった。五条先生単発で出るわけないしな。イベント最終日までに石また3000個たまるかな。すごいね、見せてくれたね。じゃあちょっとこの SSR 確定ガチャだ回していい？1枚だけ持ってるんですよ私。でね、全然持ってなくて、パンダと野原ちゃんと五条先生しか持ってないので、まあトゲくんかイタドリくん、ナナミン、そこら辺が出たら嬉しいかなーって思います。まあ被んなければいいや。マジ？いや来てくれなかったな。でも SSR2 体嬉しかったね最後。さあどうかな、誰出るかな。まあ持ってなければ誰でも許すよ。あ、野原ちゃん。また来ちゃった野原ちゃん。あ、全然いいよ、強くなれるからね。ありがとう。皆さんごめんなさい、来ませんでした。来なかった、ショック。欲しかったな、マジか。
復刻で回すわ。いつか復刻来ると信じて。来るでしょ、復刻ガチャ。で、今さ、このガチャチケさ、100枚貯めてるんだよね、一生懸命。そしたらまたさ、ガチャチケで100連ガチャで SSR 大量に出すっていう、実況を出そうと思います。え、五条先生、ちょっと強くしていい？強くするわ、五条先生。そっちじゃなかったんだけどね。僕は最強じゃなきゃいけない。いや最強なんだけど、いや欲しかったな、挙式紫。挙式紫めちゃくちゃ欲しかったんだけど。挙式挙式欲しかった。じゃあ今回は特攻なしでイベント進んでいくしかなさそうだな。まあいいでしょう、仕方ない。いやごめんなさい、今回ちょっと引けなかったです。でも私はイベントを頑張ります。はい、今日から始まったイベントね、頑張るので、みんなも頑張ろうね。みんな出したかな私はまた石を貯めます。野原ちゃんとトゲくんの SSR が来るまでちょっと頑張って貯めたいなって思います。ということで今日はここまでで終わりにしようと思います。いや悲しい結果になっちゃった。いや悲しいかな、まあいい感じの結果ですね。 SSR 大量に出たし、ということで終わります。よかったらチャンネル登録、高評価とコメントとかねいただけると、あと前回のねめぐみくんをお迎えした動画とかも見てくれると嬉しいので、よかったら見ててください。じゃあさよなら、グッバイ。じゃあねー。